まな板の上に未調理のミルポワ、ネギを加えたもの。ミルポワとは、菜の芽に切った、香味野菜を主にバターをなどの油脂で弱火で長時間、着色や焦げ目をつけずに炒めたフランス料理にて、用いられる、フレーバーベース。ミルポワは、主に玉ねぎ、人参、セロリの3種類の香味野菜をに、1、1の割合で使われ、フォン、スープ、シチューなどのベースとして幅広く利用される。 この他に料理の要件などによってポアロやキノコなどが使われる場合もある。調理技術は古くから存在するがミルポアの名称が使われるようになったのは18世紀頃でこの調理技術を確立して安定させたと言われている料理人が使えていたミルポアコーストン・ピエール・シャルルド・レビに由来する。ピエール・ラルースによると不幸なミルポアコーは無能で平凡な人物であった。 ルイ15世が彼の妻に抱いた愛情により莫大な財産を得て、彼が残した一つの名声は、ソースや肉、調味料に彼の名前を付けることとある。ミルポアがフランス料理の文献で多く登場するようになったのは19世紀以降であり、18世紀のフランスでミルポアの料理がどのようなものであったかは定かではない。例えば、アントワーヌボービリエは1814年に、バター、 ワインの入った本に人参、玉ねぎ、ブーケガルニの方向で飾り付けをしたものの短いレシピを示しており、アントナン・カレームは1816年にこのレシピをミルポワと呼んでいる。ジュールズ・グーフェは19世紀半ばにはミルポワを私がここでそれを使用することを躊躇しないほど長い間使用されている用語と呼び、古典的ソースの風味付けに使っていた。ヨーゼフ・ファーブルの著書。 リクシオナルユニーバーサルで QG ヌ2で、この用語を用いて、ソースを作ったり肉を煮込んだりするときに、方向調味料として使用されるハム、人参、玉ねぎ、ハーブを混ぜたものを説明している。1938年のラルース料理大辞典によると、野菜をみじん切りにしたもののほか、それに豚バラ肉、ハムなどのみじん切りを加えたもの。 さらに郷土料理の要件やシェフによっては、パースニップ、ニンニク、トマト、エシャロット、マッシュルーム、ピーマン、唐辛子、生姜が含まれる場合がある。ありがとうございます。